イクーミンでーす。お弁当作ってまーす。いきなり無言いきなり無言、いきなり無言でございます。いきなり無言。あっちゃ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 、いっぱい2杯なんかね、少なくっていうのでね、今2杯分目がちょっと少なかったから、斜めにして、もうだいたいね、あのジュジュジュっていうのが最近ね聞こえないから、リーマンパパがもう回さなくていいの、もう僕出かけるけどって口癖になってきた。ちょっとお味噌汁、わかめとね、玉ねぎ作りました。あ、もう音が消えてる、元が消えてるぐらい私はここからいなくなっていたということですねはい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 。で今日ね、リーマンパパの好きなお豆腐もなければ卵もなければっていう感じで、はい、撤収した私すいません。ほぼライン書いて、マスカラちょこっとだけ塗れたか塗れないか。よし、レモンが2個あったのでね、レモンが2個ありましたので、レモンジュース、レモンスカッシュ、炭酸水はねもう作ったんですよ。あ、髪の毛縛ればよかった。見て、こんなに長いんです。いつもね言われてるけど。あ、エムちゃんが来た。ご飯かな、エムちゃんご飯かな。今日はね、あ、酢豚でございます豚肉ね、あのロースカツのやつが2枚あって、で塊じゃないんですよ。あの酢豚って言うとなんか四角いコロコロのイメージがありますでしょう。それがですね、あの、薄いの2枚で、レシピ見たらね、あのネットで見たらね、なんかロースカツの肉2枚でいいみたいな感じで、その方が、ね、火通るし、縛ってこれ、これ邪魔だ、ダメだダメだダメだ、エミちゃん大丈夫かな、エミちゃん、ちょっと髪の毛縛ってきますね。邪魔だ、髪の毛が邪魔だ、なんか草が生えてるぞ頭に草が入ってるぞ。これ草を移動します、うん、時間ないのに移動します。あれ、あとでもいいか、手洗います。えみちゃんごめんね、今ねママね、あの大変、パパにねお弁当持たせてあげなきゃいけないよ。これね、蜂蜜を、美味しい蜂蜜を溶かしたやつに、これだけレモンが入れば、ようござんしょう。はい。それではですね、素揚げ。ようござんしょう。山椒はグー出ました。今日もね、山椒はグー、お味噌汁入れちゃいます。はい、ご飯と味噌汁で一品。ね、お豆腐もなければね、卵もないしね、もう玉ねぎと乾燥わかめの、あの戻したやつね、もうあのそれでもお汁が欲しいんですよ、パパは。うん、リーマンパパはね、お汁が欲しいんです。どうしても何が何でもインスタントでもいいから、もう本当にあのお湯を溶いてもいいから、お醤油でね。はい、お味噌汁の出来上がり。それでですね、油通しをしていくのに、これちょっと跳ねるよね。もうね、ピーマンとカラーピーマン、赤と黄色と、はい、野菜はこれと玉ねぎでね、油通しをしちゃって、あと混ぜるだけにします。
で、ね、その後椎茸もあるんだ。椎茸と玉ねぎを炒めて、でなんとかあのタレは作ってあるので、タレを作ってあるのでなんとかならんかな。人参とね、でこれも蓋開けとこ。ザーサイ、この油が温まる間にこれを青汁に今お水入れてます。青汁、温度が高くなっている。わかりました。ちょっと青汁だけリスして。青汁ちゃん、あ、まあ、それでもまだ邪魔、髪の毛が邪魔だ、邪魔だね、邪魔。ちょっとこれ待ってくださいね。でこれね、じゃ入れますよね、入れちゃいますよね、跳ねますよ。はい、油通し。熱い、水切りがちゃんと水必要ないからね。いいです。はい、無事です。これで油通し。これはね、もう本当生でも食べられるからね、油通しぐらいで。これ油通ししたら、これはこの子から入れてないで、ざる投げた方が早い。それは耐熱のやつ、耐熱のやつで、ざる。大丈夫か。油通し。で、こっちでちょっと炒めよう。もう炒めましょう。はい、しぶたちゃん炒めましょう。お肉持ってきます。お肉、塩コショウとガーリックオイルで漬けたやつ、これに、あれ混ぜてみようか。あ、入るかな。油通し入る。いい感じ色じゃないですか。このパプリカにですね、パプリカにお肉を焼くんですが、ちょっとね、あれ片栗粉まぶしたいんですよ。片栗粉かな。あ、サラサラだから片栗粉。これでお肉はですね、これでもうちょっと、ね、しっかりと豚肉は火を落とさないといけないので、はい、右コンロ、炙り、よいしょ。はい、炙りコーン。お肉にしっかりと旨味を閉じ込めて。えみちゃん大丈夫ですか。ちょっとね、動いたりとかするとね、あのポメラニアン飼ってるんですけどね、ちょっと気管支脱でね、お咳が出るんですね。でもちゃんとちょっと病院に行って、先生の指示も受けて、はい、お薬も飲んでおりますので、でね、すぐ行ってあげてもね、あの咳してね、咳をするとなんか構ってくれるっていう時もあるので、ちょっと見極めないとね、いけないんですよね。そうなんですよ。でこっちですね、玉ねぎ、あ、赤ピーマン、黄色ピーマンがあった。玉ねぎ、結局なんかこれ仕分けが大変。玉ねぎ。それで並行してですね、私あのパンを焼かないといけない。どうしよう、この厚い方のパンにしよっか。仕分けのパンじゃなくて、あ、これはね、ちょっとね、あの、バターっぽい
なんとだ。よし。なんとか痛まって、足だけ動いた。温度が高くなっています。焼けてね。焼けてね。中に火通すにはちょっと、あ、カリカリになった。いいぞ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 、カリカリだぞ、カリ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 。今日は本当に酢豚しかないんです。でもね、酢豚があればいいでしょ。酢豚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 。パン2枚これ薄いからね。パン2枚パン2枚パン2枚ですね。バター、これちょっとお酒、ちゃんとあ、バターを乗せすぎ、喧嘩。椎茸、椎茸、椎茸、ちなみにギター、ほら綺麗でしょ、パプリカ綺麗だよ。これは後で使えそうだからねえ。あ、これ炭酸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 。お肉が柔らかくなってきた、お酒によって。お肉が優しく水にある。こっち細いやつ、こっちドバッと入った。美味しいからいいよ、美味しいから。だから二重にあるのかい、二重にあるのかい。それは知らなんだ。炭酸炭酸炭酸急いで入れるとね、吹き出すからね、気をつけないと。飲みますよ、もうそれしかないですからね、今日はね。プシュ、いいですね。プシュ、そっと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 してまうが、そっとそっと。炭酸いいですね、炭酸いいですね。これは何。ちょっと待って。あ、これじゃないわ。あれ、なになになに。あ、これがこうなってんの。ちょっとそんなことってある。そんなことってある。よし、もういいんだけど。お肉は、お肉もうちょっと、お肉もうちょっと、お肉がいい感じ、お肉がいい感じ。あ、トーストトースト、端っこまで端っこまで、あと1分ぐらい。よいしょー、これとろみつけちゃう、こっちに。もはやタレ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 、はい、
今日はお酢が少なめ、お酢少なめ、お酢少なめ。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。これで、これで、これで。ちょっと大きかったな。ちょっと大きかったな。ちょっと大きかったな。ちょっと大きかったね。あ、いい感じ、いい感じ。ほらー、こんなにここまで来ました。豆乳。豆乳、豆乳、豆乳。豆乳、豆乳、豆乳。味がね、もう調節してあるのでね、あと固めるだけ。よいしょ。お弁当だからちょっと固めに。もう持ち上がらん。で、パプリカを戻す。うわー、この段階でそこ見てもらおうか。アイス豚でーす。あ、無口、無口。はい、できあがり。2種も野菜ジュースもないんです。はい、でトマトも入れちゃう、このまま。はい、それでですね、私がやりたいのは蜂蜜、蜂蜜、蜂蜜、蜂蜜。この美味しい蜂蜜、蜂蜜。いちごジャム。大きい。大きい。大きい、大きい。あちゃ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 。おっと、ソースとレモネード。これで朝食はオッケー。あ、お味噌汁。お味噌汁。よかった。お味噌汁。エミちゃんごめんね。あ、ごめんね、みんなね、お腹空いたね。はい、いらっしゃい。私食べなかったらごめんなさい。タレがなくなっちゃった。あ、じゃね。はい。いらっしゃい。あ、今日も暑いわ。エミちゃん大丈夫？まあ、エミちゃんごめんね、ママね、走ったね。ママ走っちゃったね。そう、えんちゃん、えんちゃん、うん、えんちゃんして、えんちゃんしてね。手を洗って。えんちゃん、お腹空いちゃったかな？
ね、この髪の毛、あのこれ素ぶたの中入ってないよね、大丈夫だよね。これ刺し直したらね、ちょっと待ってください、ここと、あ、刺さらない、あ、刺さらない、あ、刺さらない、ちょっと刺さらない、いやー、トースト間に合いました。はちみつとジャム、結構ねパパ好きなんです。はい。ちょっと整理しますね。あ、まな板はもうすでに使い切っていて、ありがとう。もうこのいただいた蜂蜜、もうこんなにない、うち食べるでしょ。またね、もう一つね違うのいただいてるんです。はい、もう一つねいただいておりましてね、でこれジャムとバターとザーサイと、よいしょ。子供たちのご飯はね、まだ2時間ぐらいほんと先だったんですけど、まあ前はねもっと早かったので、まあ早くあげてもいいんですけど、でも早くあげてもね食べなかったりとかするんですね。そうなんですよ、食べなかったりとかするので、なんかねこれまだ絞り出せそうな気がして。でご飯は冷凍にしまして、さてでございます。はい、ちょっとこれをこっちにやって、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 あら、もうちょっとすごいタレ作ったつもりだけど、具材をね、あのちょっと明日は違うメニューで、明後日はねお弁当作らない日なので、そういう意味では具材をね全部使っちゃおうと思ってね、パプリカとかね中途半端に残しておいて、ちょっとね4、5日もはねちょっと無理なのでね、そう、それでこれはね、私がもう一回あのパンを焼きますのでね、これだけ新しくして、よいしょ、はい、あ、ジジマパパ行きました、やったかな、行きました。あー、やった。やってそうな気がする、やってそうな気がする。はい、でわかめと、フライパン1個使わなかったです。もしかしたらお肉、あの同じフライパンできたので、お肉こっちでやらなきゃいけないかなと思って、これはねお味噌汁は私の好きなやつで、これがねちょっと穴あきじゃないやつ入れてあげればよかったな。なんかねタレがね絡んでるようで、どうだろう、あ、重たい、こんな感じでね、なんかねお酢が足りないような、私ね黒酢好きだから黒酢買ってくればよかったな。何が何でも黒酢好きです。A の味見、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 持たせてから味見するっていうね。どうだろう、まずお肉ちょっと後で楽しみに、をちゃんとね下味つけて、塩コショウとガーリックオイルまぶして、ちょっとね寝かしたんですよ。ポン、ね、あ、そうそっちを寝るじゃない。はい、そして人参、黄色いピーマン、青いピーマン、椎茸、あと玉ねぎ、あと何、赤ピーマン、これでちょっとタレをねこれ味見にしちゃやっぱり多いかな。これはい、いただきます。味見で、
足んなかったかな。私はこのさっぱり系好きなんですけど、ピーマンパパがちょっと甘め好きなので、だけどお砂糖あまり入れたくない。でも私なりに結構入れたからな、これ以上は。おー、お酢が効いて結局私好みになってる。うん、美味しい。これご飯が進むわ。ザーサイも入れたし。ピーマンとパプリカも素揚げしたから、素揚げしたからシャキシャキ感が残ってるけれども甘みが出てる。椎茸は？椎茸美味しい。人参。軽くねちょっと湯がいたんですよ、人参。湯がいてから入れたので。ちょうどいい。肝心のお肉いきます。柔らかくてニンニクオイルがしっかり染み込んでる塩コショウが、あ、これは美味しいでしょ。あ、今日も美味しいお弁当できちゃった。これは美味しい。青汁飲もう。青汁が来たばっかりだから、あ、私のやつが、私の青汁用のやつがここにない。いや、ちょっとこの紙コップで、ビニールコップ蓋がついてるのでね、一日楽しめる、洗いながらね。あ、これはお腹すいたな。ご飯は？おお、私の分今日あるぞ。冷凍もね、一口だけしときたいのでね。青汁作ります。はい、今日も青汁で乾杯。あ、おいしい。蓋閉めて、でこれをですね冷ますんですが、このパーレックス、これね全部このまま入れられて、なおかつ匂いがつかなくって、もうずっと使ってるんです。これの第中でね、細長いやつはちょっとでも私使いづらかったかな、入れるのにね。でこれでまたリーマンパパが帰ってきて、え、酢豚余ってるって、余ってるよ、じゃあそれ夕飯でいいやって言われて、一日1回しか料理しないようにね。でこれで他に材料があったらもうちょっとね作っといてあげるんだけれど、今日は本当にね冷蔵庫空っぽなんです。本当に空っぽで、今冷蔵庫整理をしているのでね、もうちょっとでねレイアウトできそうなんです。物がなくなってきてるから。本当に使うもの、椎茸とかね、昨日もあの赤いパプリカがあったから黄色いパプリカも買い出しぐらいやってるので、本当にね。でこれで私が後で少し食べてね、昔ねパイナップル入れてたけど、なんかねパイナップルって感じ、豚肉が柔らかくなるからっていう風にね聞いてね、パイナップル入れてたけど、これまた論争ですよね。白あんか、こしあんか、粒あんかって、これまた論争になりますからね。はいこうやってね冷ましておいて、でもこれね出しとくと片付けながら食べちゃうの。はい、ちょっとここら辺にやっとこうか。はい、ちょっとこれね、ちょっとって言いながらこれ食べちゃいますね、もったいないからね。
トマトケチャップとお醤油と、あ、お醤油が足んなかったかな、パパ好みにはね、お醤油とお酢とお砂糖と、鶏ガラと中華の素と、あと何入れた、そのぐらいかな。うんうん、ピーマン硬くておいしい。で今日はですね、あの暑いちらし寿司か酢豚かって、あの、ね、ずっとお肉とかヘビーなものが続いてきたから、ちらし寿司にしようかなと思ったんです。その材料は、まあ、ちょっとあのレンコンとか、ほんのちょっとなんですけど、でも結局は私ね、卵をあの昨日買い物頼み忘れてるので、あーちらし寿司やらなくてよかったなと、卵がないとねと思って、サヤエンドウとかほんのちょっとだけ買い足してあるんですね。うん、でやらなくてよかった酢豚でこんなにね。で今日はメイク3分で髪の子とかしたけど、なんかドライかけてないから前髪がすごいことになってる。でここもなんか耕されてるしこれそうで、自然と明日はちらし寿司あ、落ちたじゃん。もうちょっとね、試験勉強してるからね、落ちたとかいう言葉をね、あまり使いたくないね、新しい資格のね、あ、エミちゃん見てるの、ちょっとエミちゃんのね、あのお肉ね、お肉ちょっとば、今日ちょっとばっかり言ってる、ちょっと解凍しとこうね、これにね、入れとこうね、ね、アニモンだね、ね、解凍しとこうね、よいしょ、このもの、あ、でもココナがね、ここのも食べない、あの犬飼ってまして、毎回初めて見る方のために毎回、はあ、ミニチュアダックスのココナっていうね、あの保護犬が2匹いまして、老犬が2匹なんですね。その子が出て今ちょっと食欲なくなっててね、あれなかったかな、おーおーおお、ちょっと待ってね、今行くね、はい、ということで今日は酢豚になりました。でね、あの卵がないから、あの卵サンドとか、あのチーズいっぱいあったからね、チーズをなんか消費しようと思って毎日ピザ作ってたんです。でそのピーマンもあるし玉ねぎもあるし、ピザを作ろうと思ってたんですが、卵がなくって、厚焼き卵って入れようと思ってたので断念して、あ、そういえばあの甘いもの好きだよねパパと思って、あ、バターと蜂蜜が、そう蜂蜜が、私昨日ね、あのパパにはピザトーストをやった、私はトーストにバタートーストにして蜂蜜をつけたらめちゃめちゃ美味しかったので、あ、これでレモンジュースがあれば朝いいやと思って、でなおかつ、味変で、ジャムがあったのでいや本当ね、冷蔵庫空っぽなんですよ。ちょっと待ってくださいね、冷蔵庫、ちょっと寄せてますからね。あ、キャベツがまだ残っている、サヤエンドウとネギと、もう本当に明日のねお寿司の分しかねなくてね、あ、これね、トロロがあった、すごい状態のキッチンのやつ、ちょっと外しますね、よいしょ、ですね、冷蔵庫がありまして、ここですね、よいしょ、お、向こうが映った、こんな状況です、見えたか、こんな状況、そうね、こんな状況ね、あとは私がね、いつもお好み焼きを食べるので、これに明日のね、絹さや、玉ねぎはね、まあ、あのあれですけど、これネギとキュウリとさやえんどうと人参と、あとレンコンね、本当にお寿司の材料しかないでしょこれ
ねえ、お寿司の材料しかないんですよね。で、なおかつ今日は酢豚。はい、ということでね、でですね。はい。子供たちの世話をしながら、こっちか、こっちか。どうしてもね、画面見ちゃうんですよ。こっちなんですよね。端っこ、携帯の端っこ見ないと。ありがとうございます。今日もですね、ハッピーとラッキーで、ハッピーラッキーでー。今日は酢豚だけでした。ありがとうございます。でもお味噌汁があるから。それでは、ありがとうございます。冷蔵庫整理ね、頑張らないといけないので。はい、それでは。